サーベイヤー4号はアメリカ合衆国のサーベイヤー計画の4期目の月着陸探査機。1967年7月14日に打ち上げられ月面への着陸を目指した。打ち上げは成功裏に終わり、着陸も寸前までうまくいっていたが、着陸2.5分前にテレメトリとの更新が失われ、1967年7月17日に月面に衝突した。 サーベイヤー4号はこれまでと同じく、月への着陸とアッポロ計画に向けて、月の表面の情報を得るための月面写真の撮影、等を目的に作られた。サーベイヤー3号と同じく、テレビカメラと補助ミラー、月面度出力学検査機、着陸客の歪みゲージ、多くの光学センサーなどの調査装置が取り付けられていた。また、月面での金属の検出と測定のために、 磁石の搭載された表面用の足を装備していた。ミッションは途中まで完璧に進んでいたが、降下している途中、逆噴射ロケットの停止2分前、着陸2.5分前の1967年7月17日2時3分、UT にすべての通信が突如失われた。宇宙機との通信は回復することがなく、ミッションは失敗に終わった。なお、着陸目標は、 中央の入り江で北位0.4度、成形1.33度の位置であった。NASA は着陸機は通信途絶の際に固体燃料の逆噴射ロケットが爆発した可能性があるとしている。ありがとうございます。